すぐ見に行こうかなと思ってね。押して、はい、金額が出ますので、うんうん、ね、お金を入れます。はい、そうすると、はい、1人分。押して、そう、あ、うん、行き先を先に、うん、行き先、これまあ行き先といってもね、あ、どんだけ遠いところに行くか、ワンゾーン、ツーゾーン、スリーゾーン、あ、色分けしてあるんですね。そうです、これは海を渡りますんで、ツーゾーンで、あー、こっちを押します。あー、そうそうそう、足りないのが出るんですって。時があれなんだ。わかりやすいですね。わかりやすい。ねえ。じゃあこれ一つずつください。はい。あの時間に次出ますから。はい。で、今これね、次多分12時ちょうど過ぎるんですよ。あと13分30分。ああ、はい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 。矢印が右だったんです。はいはい、なってます。はい。右から出ますから、ね。はい。はい。で、そしてこれ一つ、これ絶対なくさないで。はい。はい。一つずつ。ね。で、これ。私、向こうに回り込んで、まだ待ってますから、はいはい、あるし、果物もあるし。はい、お醤油を取りします。はい、お醤油入れですね。はい、こちらから、あ、私最後でいいです。そちらから取りましょう。じゃあ、お客さんから入れましょう。証券会社の一部の人と、金融会社の一部の人は、トロント時間で働いてる人がいるんですね。あ、トロント時間。トロント時間っていうのはね、トロントがもう商業の中心なんですよ。ああ、そっか。トロント3時間時差があります。ああ。ここで3時間早いです。ああ。朝6時から出勤してね。あ、それも向こうの時間に合わせて。それも大変だな。大変ですね。帰りは嬉しいけど。帰りは早く終わるんでしょうね、やっぱり。嘘を引っ掛けるわ。すいません、ありがとうございます。止めた上で、ここしか通らなかったらしいです。あ、そうなんですかね。そうですね、メイドさんが2回来ますもん。
あそうでしょ、朝とそれと夕方ね、ベッドメイキングしに、まあ、そういうのまあでも結構かかったでしょ、何分ぐらいかかりました、30分くらいって言われませんでしたっけ、あの人だと思うねんけどね、私はね、そういう風に読み取ったんだけど30分ぐらいかかったね。あガイドさんがね、もう言ったかもしれない、なんか好きの港とかなんか言ってあ、ここね、フォールスクリークっていうね、名前がついてまして、川に見えるんですよ、一見ね。あ、言ってた言ってた。けどここはね、海なんですよ。そうそうそう、そこで終わりの海。で、着いたら、ちごたが嘘つきの名前。そうそうそう、フォールスって言ったらもう、嘘つきとか言うんですよ、ね。そういう港。偽りとか。向けて映すとまずいとか言われたら、右じゃない、わすごいですね、大きいです、すごいきつい匂いする、え、どんな匂いします、嗅いでみたい、セロリみたい、しかし、思ってる。